こんにちは、結城雅洲です。今日は新国立劇場のロビーヒーローという芝居についてお話しします。これは作者がケネス・ロナーガン、ケネス・ロナーガンと言いましてアメリカ人です。そして翻訳には浦部千鶴さんが当たりました。演出は桑原裕子さんです。とてもきっちりとした演出だったと思います。場所は新国立劇場の小劇場ピットでした。この作品は2001年にオフブロードウェイで初演されています。1990年代末のニューヨーク・マンハッタンにある中層階級のマンション、アパートメントのロビーで勤務する青年ジェフの話です。警備員のジェフの上司がこの公演でははっきり分かりませんが黒人なわけで、その黒人が仕事に厳しいんだけれども最も信頼できる相手であったということが判明します。警官が2人登場して、新入りの女性警官とその上司が登場します。その白人の男は執務中にこのアパートメントの愛にいる愛人を訪ねたり、あるいは新入り警官にセクハラをしたりするという設定になっています。装置は非常にリアルにできていて、演出はきちんとしているという印象です。ジェフ、この警備員27歳独身のジェフを中村葵さんが演じました。非常に良い声で、深い声、明るい役に作られていました。そして女性警官、新入りなんですけど、ドーンという名前で、彼女を岡本玲さんが演じました。とても可愛らしい女性警官に出来上がっています。岡本さんは森フォレの中で活躍した記憶があります。そして黒人の警備員の上司ですけれども、このウィリアムの役を板橋俊也さんが演じました。ぶっきらぼうですけれども、とても信頼ができるという役柄です。そして警官の上司ビルを水木健太郎さんが演じました。水木さんは過日ピロマンでも活躍していました。舞台は上手に立ち木があって、葉っぱの状態からなんとなく秋だという感じがします。建物の入り口ができていて、ドアの向こう側にはロビーが見えます。芝居が始まるとこの舞台が回転して、ドアは右の方に寄せられ、舞台前面にロビーが展開します。ロビーには執務用の机があって、受付みたいなものですけれども、その横にはエレベーターがあります。リアルな作りになっています。ジェフは夜勤の警備員受付をやっているんですが、この仕事を始めてもう9ヶ月になります。その前は海軍に勤務していたんですが、勤務中にマリファナを吸ってクビになりました。そして黒人の上司が見回りに来ます。上司の態度は非常に厳しいんですが、何か悩んでいるように思われ、なかなかはっきり言わないですけれども、その悩みは弟が逮捕され、その事件では病院から薬を盗もうとして、
看護婦を殺害してしまったシングルマザーの看護婦だったというものですけれども、その事件で2人が逮捕されたわけですけれども、その2人が供述して3人目が逮捕されたのがその弟だったわけです。これはウィリアムに対して一緒に映画を見ていたということにしてアリバイを作ってくれというふうに依頼します。他方、夜警に来ている新入りの警察官ドーンとその上司ビルは話しているのによると、彼女が前日酔っ払いを警棒でぶん殴ってしまい失明しそうだというので訴えられていると、ポリスブルタリティの話なわけですけれども、その一部始終を目撃していた上司に証言をしてもらう必要があります。その弱みにつけ込んで上司は何かいいことをしようよというふうに彼女を誘ったりします。彼女はレイプされるんではないかというふうに思っています。まあいろいろあって非常に長い芝居なんですけども、3時間を要しましたが、休憩を挟んで最後はジェフはウィリアムの虚偽のアリバイ、これを彼女に語り、彼女がそれを暴くと、そして彼女自身も難を逃れ夜勤から昼の周りにシフトされるわけですけれども、ジェフ自身も眠っていた部分があったんですけれども、実際には解雇されることはなく何かやってみようという気になって、そして土曜日のバチュラーパーティーに私を誘ってよというような感じで、ジェフはロビーのヒーローみたいな雰囲気になって終わっています。まあこの芝居では話が一体何なのか、誰を信用してよいのか、対話が非常に難しい、対話の難しさというものを指摘しています。どうやって相手を理解するのか、これが非常に難しいわけです。そんなことからこの前作、前の月にあったアンチポデス、それから来月ある貴婦人の往来と並んで、この3つの作品によるシリーズ、声、議論、正論、極論、批判、対話の物語というシリーズの一部を成しているということです。この芝居の頭の方でジェフが勘弁してくださいというふうに言うところがありますが、勘弁してくださいというのはなんとなく関西風のアクセントで、関西弁の芝居でもないのにここだけ関西風になっているのがキーに思われました。その他翻訳の中では、新入りの警官が勤務中に上司に向かって、あなたにそう言われてとても嬉しいとか、そんな言ったふうに、こうそのようなふうにあなたというふうに語りかけるのは非常に不自然なと思われました。通常こういう場合はあなた、二人称ではなくて警官の役職で呼ぶというのが普通なんじゃないかと思います。非常に長い芝居でしたが、対話の難しさ、何を信用していいのかといったことを判断する際のきっかけ、基準、そういったものを示すことができたというふうに思います。どうもありがとうございました。演劇は人生の重要な一部であるとお考えの方はチャンネル登録願います。それではまたお会いしましょう。